サッカーを愛する皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。本日の実況は私、真鍋優が担当いたします。ジェフ市原対ヴィッセル神戸エキシビジョンマッチを生中継でお送りいたします。こんなに満員に膨れ上がり、選手たちもプレーに力が入ることでしょう。サポーターの声援を一身に背負い、ジェフユナイテッド市原ピッチに出てきました。ホームのジェフユナイテッド市原スターティングイレブンをご紹介します。ゴールキーパーの下川、ディフェンダーはイングリー、山口、武藤、中西、ミッドフィルダーはストルテン、酒井、野々村、マスロバル、フォワードの広山、武田。アウェーのヴィッセル神戸スターティングイレブンをご紹介します。ゴールキーパーの前田、ディフェンダーは貝本、トーマス、吉田、布部、ミッドフィルダーの吉村、久保田、陣野、長谷部、フォワードは長嶋、キムドフ。以上が両チームスターティングイレブンです。さあ、90分の熱い戦いの始まりです。試合開始です。前半45分始まりました。ヴィッセル神戸、プレッシャーのかかるアウェーゲーム、素晴らしい試合に期待しましょう。速いパス回し、キーパーゴールラインを割りました。コーナーを取りました。これは一つの山場になりそうです。ゴール前に黄色いユニフォームが集まり、ヘディング、よく飛び出しました。5分経過、クリア。ここは回り込んでいます。大きくクリア、どうにも攻めきれません。シュートだ、ゴールラインを割りました。ゴールキック。10分経過、序盤から両チーム激しい展開です。ここからどう持っていくのでしょうか。ミドルシュート、わっと、おーっと、シュート、ゴールラインを割りました。ゴールキック、戻します。ゆっくりとパスを回します。20分経過しました。ヴィッセル神戸逆襲です。後ろに戻します。細かくつないで、そして5分経過、ジェフ市原カウンター狙いでしょうか。パスをつないでいきます。速いパス回し、一旦下げます。細かくつなぎます。後ろに戻して、ドリブル、大きく上げた、大きくクリア、攻めきれませんでした。形まで持っていけない。速攻速攻速攻、後ろへ、短いボール、40分経過、一旦戻します。ゆっくりとパスを回します。細かくつないで、ここで前半終了。両チーム無得点のまま前半終了です。ホイッスル、試合開始です。後半45分始まりました。後半どのような展開になるのでしょうか。ジェフ市原カウンター狙いでしょうか。そしてパスをつないでいきます。5分経過、
かくつなぎます。ポイニターシュート、これはイエローカードだ。ラフプレーは感心できません。ジェフ市原、得点の糸口にしたい。慎重にボールを置きました。直接狙う、大きくクリア、ナイスディフェンス。さあスローインです。ゴール前、ふわりと浮かせる、体を張る、狙った、ゴール、ゴール、素晴らしい、決まりました。よく動きを見ていました。サポーターも盛り上がってきました。リプレイが出ました。では見てみましょう。マスローバル、さすがプロです。回します、クリア、ここは回り込んでいます。ドリブル、体を張る、クリア、どうにも攻めきれません。そしてパスをつないでいきます。サポートが遅いですね。スルー、大きくクリア、攻めきれませんでした。速いパス回し、残り5分、そろそろ危険な時間帯。ヴィッセル神戸、サポーターの期待に応えたい。細かくつなぎます。ここからどう持っていくのでしょうか。ゴールラインを割りました。ゴールキック、審判が時計を見ている。ロスタイムに突入、短いボール、大きくクリア、ここで笛が鳴りました。ジェフユナイテッド市原、なんとか勝利を手にしました。素晴らしい試合内容でした。皆さんはどう思われましたでしょうか。もうお別れの時間が近づいてきました。また皆さんとお会いできることを楽しみにしています。今日の感動の余韻に浸りながらお別れさせていただきます。実況は私真鍋優でお送りいたしました。